ミッドウェー海戦、負けた1位、兵装転換。昭和17年6月5日、機動部隊ミッドウェー基地を攻撃。第一次攻撃疾患より無電。第一次攻撃は概ね成功せるも効果不十分。第二次攻撃の必要ありと認む。4400。この報告を受け、航空魚雷から陸用爆弾へ兵装転換。魚雷を陸用爆弾に変更。魚雷を陸用爆弾に変更。よーい、タッ。よーい、タッ。トイ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 、どうぞ。あ、なんだあれは。敵は後方に空母2隻を伴う。空母2隻を伴う。何？爆弾から魚雷へ、再度兵装転換。第二次攻撃隊は、艦船攻撃に変更。至急、陸用爆弾を取り外し、魚雷を投入せよ。急げ！はい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 ！よし！よし！今攻撃されたら、大丈夫だぞ。爆弾と魚雷をむき出しに火薬が浮かんでるようなもんだ。そして敵機スパークラが直上。この海戦で日本海軍は機動部隊の主力である赤城、加賀、飛龍、蒼龍の4空母を一気に喪失、取り返しのつかない敗戦を喫したのであります。